はい、皆さん、スーパーポジティブコンタン、略してスポコンコーチング、ヘッドコーチの森部です。イエーイ。私は2016年の夏に脳卒中、左視床出血で倒れましてですね、気がついたら病院のベッドの上で全身が全く動かない状況で、すぐにはその現実を受け止めきれずにですね、呆然としてしまったわけなんですけども、だんだん正気を取り戻すうちに、この動かない体で仕事どうしようかな、ああ家族はじめたくさんの人に不安や心配、迷惑をかけてしまうな、どうしようかなこれから、というネガティブ思考にですね、脳内が埋め尽くされて暗淡たる気分になりました。まあこれで誰でもそうだと思いますね。そんな暗いネガティブなことばっかり考えながら、 2,3 日ベッドの上で天井を眺めながら悶々としてたんですけど、まあ仮にこの体にまだ回復する力がわずかでも残っているとしたら、そんなネガティブ思考で回復するわけなんかないじゃんって気がついてですね、こうなったらわずかでも残っているかもしれない回復の可能性を信じて、この状況を思いっきり楽しもうと、楽しんでやろう、そういう気分でリハビリライフを続けていたらですね、まあ、半年間の入院生活を経て、発症から1年後には右半身の麻痺という後遺症は残ったんですけど、まあ、今のもリハビリしてるんですけどね、仕事に戻れたんですね、1年後にはね。しかも発症前とは全く違う新たな価値観による充実の内容、そんな内容で仕事や活動ができていて、この今のこの自分の在り方、この場所に来るためにあの病気をいただいたんじゃないかという、病気に感謝の念さえ湧いてるぐらいなんですね。まあ退院時にうちの奥さんに聞いたんですけど、主治医の先生からは、まあご主人のお仕事への復職はちょっと難しいでしょうねと言われていたそうです。まあでもうちの奥さんは、いや大丈夫ですよと笑って返したそうです。さすがですね、その気と念が通じたんでしょう。病気は気からって言葉は本当だったんですね。そんな絶望の淵から報復絶倒のリハビリライフを綴った私の本、脳卒中の楽しみ方、よかったら読んでみてください。そのリハビリ実体験を共有されている方はね、辛いですよね、痛いですよね、でもその一歩一歩の今を笑い飛ばしながら積み重ねていけば、それらが確実に自分の明るい未来を作っていくんだぜという魂胆ですな。これを私のライフメンターの一人であられますペッカーさんに言わせますと、森部、それはスーパーポジティブ魂胆、略してスポコンだと命名されてましてですね、このスーパーポジティブ魂胆、略してスポコンを見える化して形にしていくレッスンを、病気や怪我、仕事、そして人間関係や自分や他人をなかなか肯定できずに思い悩んでいる人たち向けのコーチングメニューとして役立たせたいなと思ったわけです。このスポコンコーチング、よし、自分の気持ちを前向きに切り替えて笑って前に進もうって形のお手伝いができればいいなと思っております。そのことですでに嬉しさと喜びが込み上げてくるわけです。セッションは無料の体験レッスン含めて全6回あります。もちろん ご希望に応じて追加レッスンもあります。気になる方はこのサイトを見てお問い合わせください。
さあ、あなたもこのスーパーポジティブコンタンで一緒に笑って前に進みましょう。スーパーポジティブコンタン、スポコンコーチングヘッドコーチの森ブーでした。イエーイ、ありがとうございます。イエーイ。